皆さんこんにちは、今日はですね、どうしても言いたいことがあると言われる方がいらしたので、ちょっとお話を聞きに行ってこようと思います。どんな話になるでしょうか。とりあえず行ってきましょう。はい、なんかお話があるということですけど、言いたいことがある？うん。うん。どうか彼女が行くんかなと思って。ああ、どうやったら彼女ができるかな。まあ、うん。どうやったらできますかね。僕。なんか自分のその、どうやったらいいかなっていうような考えとかってありますか。今、自分の夢が開花国家から、自分の夢である、自分が開花国家ここで、いい人を見切るけど、おいしい方法もあるけど、いやいや、今、SNS とか使って、いや、そこからっていうことを、僕が同じく、お願い、いやいやいや、あんまり、ここに出会えないので、僕がヘルパー、観光、喜ぶ、行ったので、ここを、経験をかけて、よろしく、エヴァをかけ、ゲームを切る、ここを、お計画で、エヴァ記録を、かけたいと思っています。じゃあ、そのヘルパーさんとも恋愛をしたいってことどういうことまあ、ヘルパーさんじゃなくて、そこで出会った人、どこが対象になる？両方全部、とにかく集まってきた人全部。なんだ？何だったっけ？あ、SNS を使ってっていうところやけど、今なんかやってるのもあります？出会い系あ、そうですか。なんか成果ありました？一人おった、うん、なんかなんか、まあ、僕が焦った、顔を見たいって言ったら向こうがダメですって。理解できるかって、怖いが自分で動かせるのか、あ、なんかまあちょっとこう興味を持ってくれたというか、そんな感じはあったけど、逆にそれで、あ、これいけるかもしれんと勘違いしてしまって、怖いっていうことやね。その人とは連絡取ってなくて、そのサイトはそれっきり。そうか。名刺作って、あ、名刺作った、名刺作って、今こういう状態、コロナの、あ、コロナの状況で、僕がオンラインをかけ、これからやりたいなと思って、僕はこれからやりたいこと夢についてよ、自分のやりたいこととか、その会社のこととか、今までのこと、そういうのをより多くの人に知ってほしい、で、その中で彼女を作りたい、講演会に集まってくれた人たちの中から選びたいみたいなこともある。
こういう怖くがまあここやまあ、うん、あ、ヤキ、まあ、要するにまああれもしたいこれもしたいんだけど、その一番原動力となってるのは可愛い子おらんかなっていうところだね、うん、あ、まあそれはね、いいね、そのモチベーションはいいね。まあ、ゲーム聞け、デートがしたい、うん、どんなデートがしたい、映画館とか、うん、一般の劇や、あ、まあ、一般的なっていうか、まあ、みんながやるであろうデートをやりたい、うん、映画行ったり、うん、食事行ったり、うん、外出たらね、いろんなカップルがいっぱいいますけどね、やっぱああいうの見たら羨ましいなっていう感じ、これ、こう聞く、うん、うん、ね、あの人らもどうやって付き合ったんかね、うん、ね、知りたいね、聞きたいよね。みんながやってるようなデートをして、うん、で、やっぱり結婚までしたい感じ、結婚はできれば、できれば、結婚ってどんなイメージがありますか。生き生きをつけから、うん、これ結婚一緒に協力して暮らす、うん、うん、あ、で子供も欲しいって、うん、ね、なんか前言いよったですけど、うん、それはどんな夢があったりします。やっぱり、いや、僕こういう考えなので僕から聞けなきゃいけど、うん、なかなか聞けなきゃいけない、こういうやりたいっていうことをやりたい。じゃあ、まあ、今日はここまでということで、うん、まあ、また何かあったら教えてください。はい、で、あの今日はね、顔をちょっと隠してますけど、ちょっと半分出てるけど、うん、これからどんな感じでいきますか。アピール感じで顔をだけ OK、 あ、アピールしたい、だから顔も出して OK、 わかりました。じゃあ名前とかは何にしましょう。はい、これウコが会える銀くがかけるんで銀く、あ、じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございます。